ているということで、法則を導くための編集部員の代表の斉藤さんに来てもらいました。はい、編集部代表斉藤です。どうですか、編集部の状況としては。そうですね、ジャグラーってるデニーとかレンマンは、うん、なかなかレギュラーがついてきているので、良さそうな代だなっていうのはあるんですよね。おで、まあ、朝調子いいって言ってたココさんは、はい、かなり苦しんでて逆に、末尾後に僕はアニメシア移動したんですけど、あ、そうですね、それがかなりアティトゥスの率が良くて、うん、やっぱ末尾後はいいんじゃないかと。おでもポッポさんの、なんだっけ、エウレカも末尾後でしたよね。まあ彼の引きが弱いですよね。それもありますしね。うん、じゃあサイクロさん的には、個人的には上がってきてる、はい、上がってきてますね。おまあ、ただちょっと、ART の上乗せとか、連チャンに恵まれてないなっていう感じなので、ここからまだいけるんじゃないかなと。まあ、あとね、個人的にね、はい、じいさま、うん、僕もなんか全体的に良さげな感じです。私もそれ思いました。サマーコーナー結構いいですよね、うん、でまだちょっと期待もあるから、うん、まあポポさんとか移動した方がいいんじゃないかなここで間接的に伝えてます直接は言わないですよね怖い。じゃあ今のところ見つけてるっていうか、ちょっと予想できてる法則としては、はい、マツピゴとジーサマーコーナーが怪しい、はい、ということですね。はい、わかりました。皆さんもある法則を導き出してください。